皆さんこんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は40代50代からでも遅くない最適な筋トレ方法という話題でお話しさせていただきます。40代50代からでも、遅くない最適な筋トレ方法というところで、私も今年で40歳になるんですけれども、今までトレーニングはしてたんですけど、友達からとかでもね、今からちょっと筋トレしたいねんけどみたいな話をされたり、またそのお客様の中でも40代50代の方、今はね、もっと上の60代70代の方でも、トレーニングを始められる方っていうのはおられるので、実際のところ、どうなのかっていうところをお話しさせていただければと思います。まず1つ目、40代50代からでも遅くないのかっていうところ、筋肉がつくかつかないかってところなんですけれども、全く年齢は関係ありません。筋肉の成長に年齢っていうのはもう関係ないと言われてますので、全然今トレーニングされてない方は今すぐにでも始めていただければ筋肉っていうのはついていきますので、今から始めましょう。基本的に筋肉を成長していくためには運動、筋トレと栄養と休養、このバランスが非常に大事になってきます。で、この運動の部分、筋トレの部分で、原理原則っていうところが、あるんですけれども、この5原則っていうのを基本的に、守っていただくというところが前提になるんですけど、これはもう年齢も関係ないんですけれども、まず1つ目が全面性の原則、全身バランスよく鍛えましょうというところ。次に全身性負荷の原則、これはちょっとずつ負荷強さを変えていきましょう、上げていきましょうというところ。で、次に反復性の原則、継続していくというところと、個別性の原則、ここに違いますよというところと、ラストは意識性の原則。これはトレーニングの鍛える意味合いであったりとか、その鍛えているところを意識しましょうみたいなところなんですけれども、基本的にこの5原則を前提に意識していただいた中でトレーニングしていただくっていうところが大事になってきます。体はですね、特に筋肉はですね、25歳から30歳ぐらいをピークに、年々落ちていくって、これはもう言われてます。これはもう人間の老化現象なんですけれども、どれぐらい落ちていくのかっていうと、だいたい年に 0.7 から1% ぐらいの筋肉が落ちていくって言われてるんですよ。仮に私が今全く運動してないという状況で考えると、私の筋肉量が60キロぐらいだと考えます。そうすると、年に 1% ということは、0.6、600グラム年間で筋肉が落ちていくっていう計算になるんですけど、私40歳に今年なって、じゃあ60歳、20年後には12キロの、筋肉がなくなっていくと、何もしなかった場合落ちていくって考えると、もうすごい怖いですよね。ただ、今トレーニングしてますんで、それを防ぐこともできますし、今からでも筋肉を成長させていけるんで、トレーニング日々頑張ってるんですけれども、とはいえですね、40代50代からですねトレーニングを始めるにあたって、じゃあ、どういうふうにトレーニングをすればいいのっていうふうなところ、これが今日の2つ目なんですけれども、まず先ほどでもご案内したこの5原則のうち、まず1つ重要なところでいくと、継続性、これが一番重要になってくるのかなと僕の中では思います。やっぱりですね、トレーニングって続けないともう効果がないので、それが無理をして怪我をしてしまって続けられなくなったとかですね、そういった状況になると元も子もない状況になります。特に今からトレーニングを始められるっていう方にとっては、30歳をピークに筋肉筋量が減っているっていう状況であるので、20代との頃の体と同じようにトレーニングしたり動いたりしてもですね、なかなかその頃の同じようなこう筋力、学生の頃は何キロ上がったのにみたいな形で無理してしまうと、怪我につながったりもします。また年齢的なですね部分でいくと、社会的なストレスとかですね、仕事や家庭やそういったところのストレスを受けやすい年齢でもあると思います。自律神経が
まあ、乱れてきたりホルモンバランスもちょっと崩れてきたりっていう時期になるので、やっぱりね無理をしないっていうのがもう大前提になるので、この継続性っていうのをまあ一番に大切に考えていただければと思います。じゃあ実際にどれぐらいの強さでトレーニングをしたらいいのっていうところなんですけれども、まあ、これに関してはよく言う追い込む追い込まないでいくと、もう追い込まないトレーニングをおすすめします。これはですね、強度、重さと努力値、どれぐらい頑張るかっていう指標を一つ参考にお話しさせていただくんですけれども、まあ仮にこの重さに関しては、 HRM が 100% としてこれ1回ギリギリ上がるっていう指標なんですけれども、まあ、80% 以上で、まあ、結構高強度っていう風な分類になります。だいたいこの 80% よりちょっと下ぐらい、70から75% っていうのはベンチプレス、まあ、マックスで1回上がる人にとっては80キロで、まあ、10回ぐらいギリギリ上がるんですけど、まあ、そのちょっと下ぐらいなんで、まあ、75% ぐらいだと、じゃあ70キロから75キロぐらいで10回ぐらいすると、そうするとですね、先ほども言ったこの努力値っていう、あと何回できるかっていうところにおいては、あと 2,3 回おそらく余力が残って、そのセットを終了するっていうぐらいの、形になると思うんで、毎回毎回追い込んで潰れるまでやるっていうよりは、それぐらいの余力を残した上でセット数などを増やしてですね、ボリュームっていうトレーニングの強度を上げていただければと思います。またトレーニング種目において、これに関してはですね、もう一つ全面性の原則っていうところを気をつけていただきたいんですけれども、トレーニングですね、今から始められるっていう方にとっては、40代50代って、まあ、結構体の不調も出てきているのかなと思います。身近で言えばですね、40肩50肩っていう形で、肩が上がりにくいとかですね、まあ、腰痛を持ってるとかですね、もう全く、まあ、運動もされてなくて普段ディスクワークを中心とした、まあ、生活を送っていると筋肉のバランスっていうのもやっぱり崩れてきてます。ですので、例えばですけど、ベンチプレスが大好きだからベンチプレスばっかりするみたいな形でトレーニングしてしまうと、体のバランスも悪くなって、さらになんか肩が上がりにくかったりとか、もう肩を痛めてトレーニングできなくなるみたいな形になるので、まあ、できればですね、全身を中心に動かす、多関節種目、コンパウンド種目と言われる、スクワット、デッドリフト、ベンチプレスのような体全体を意識したトレーニングをお勧めします。3つ目がですね、その他で気をつけていただきたいことなんですけれども、これは何といっても、休養と栄養、まあ、このバランスになります。どうしてもですね、筋肉は年々やっぱ落ちていくっていうところから、回復が遅くなったりですね、筋肉がつくよりも、まあ、分解が早くなっている状況になっているので、まあ、しっかり栄養をとっていただくっていうことは、まあ、大前提になります。特にですね、タンパク質とかで筋肉をつけていくのはもちろんなんですけれども、何かアミノ酸みたいなもので回復を早くしたりっていうこともおすすめです。でまたですね、睡眠、休養の中でも睡眠ですね、これに関してもしっかりですね確保していただいて、どうしてもね、こう忙しくて体が疲れている状態であったり、まあ、睡眠不足でしんどいなっていう状況であれば、トレーニングよりも休養っていうところを優先して、まずは体を回復するっていうところに注力していただければとも思います。今日はですね、40代50代からでも遅くないっていうところでお話しさせていただきました。今年からですね、私も40代になりますので、まだまだ筋肉をつけていきたいと思っておりますので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。ではこの動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。また毎月新商品やお得なセール情報も配信しておりますので、概要欄の方からご確認お願いします。それではまた次の動画で会いましょう。